皆さんこんにちは、ゆうのがいてでございます。1月の22日の金曜日にアスマートからあるグッズが届きました。こちらです。はい、なんだって思う方もいらっしゃると思いますけども、こちらは約2ヶ月ほど前にですね、アスマートの方でリユニオンのライブグッズの一つであるアクリルスマースタンドのステージバージョンを購入いたしました。アスマートの箱が届いた時に、まあ箱を見た時にスマホスタンドってこんなにでかかったのかなってちょっと思って、まあ開けてみるとパーツが入っていたのですね。はい、まさかのまさか、まあ組み立てるとは思ってなかったんですよね。はい、ちょっと開けていきましょう。はい、こんな感じでございます。パーツは全部で21個ございますね。で、まあついさっきですね、アスマートのページで、まあスマホスタンドのことについてまあ見たのですけども、まあちゃんと組み立てと書いてあったんですよね。はい、僕が見過ごしていたんですよね。はい、では、組み立てていきましょう。はい、説明書も入っていました。説明書を見ながら組み立てていきましょう。まず開封後に保護フィルムというのが、剥がしてからご使用くださいと書いてますから、保護フィルム、これを剥がすってことですね。はい、よいしょ、剥がれてました。で、まず1番ですけども、 F と D と K をくっつける、 DFK の3つのパーツを組み合わせますということで、このステージの、はい、なんて言うんでしょう、ステージのモニターっていうかな、まあステージのバックですね、バックっていうか。で、D はこれかな、これですかね、これですね。はい、 D と、K はこれかな、この3つのパーツですね。はい、これを組み立てるんですけども、まず D と F をちょっと組み立てつなげていきたいと思います。これがこうやから、こっち向きかな、うん、でこっち向きでここを組み立てるって感じですね。はまるかな。あ、これでいいのかな。はい、で、D と K、これと、ここ、まあ、つなげるって感じですね。こうですね。はい。こんな感じです。ステージの、あれですね。ステージの床ですね、これ。床。こんな感じかな。ちょっとバランスが。はい。こんな感じですね。で、次ですね。次は、2番は、下の C パーツはこれかな、これですかね。はい、このでっかい板を、さっき今つけた K と C をつなげるっていうことで、こっち向きですね。あ、ちょっと平らなとこやろう。ここじゃあかんな。こことここをつけるって感じですね。よいしょ。で、裏側もよいしょ、ここの3箇所をしっかりと固定して、次が BHJL の4つの飾りのパーツを差し込みます。あー、なるほど、マイクスタンドとかを差し込むってことですね。B、 これでいいんかな、これかな、B と H 一緒ですかね、これ。おそらく一緒かな。これですね、B と H。はい。B と H を、横につける。あ、ここかな、手前のここかな、ここにつけるとかだな。はいはいはい、なるほど。ああ、はいはい、こういう感じですね。J のマイクとマイクスタンドですね。マイクスタンドですね。と、L のギター。これとこれかな。
こちらですね、はい、こちらを、差し込むでいくって感じですね、マイクスタンドは真ん中こうで、よいしょ、これでいいかな。で、ギターは、はい、これですね、はい、こんな感じですね。で、あとこれ、あのポルノグラフィティのロゴ、これですね、これを前正面につけてた、これか、ここか、よいしょ、よし、はいはい、もう完成、近づいてきましたね。で、とりあえずここまでいきましたね。最後4番、いい愛のフックは別パーツに引っ掛けることでピアスの、あーなるほど、アクセサリーね、あーはい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 、なるほど。じゃあちょっとつけていきますか。まずこれ、このちょっと照明とか、これをちょっとつけていきますか。これは、あーはいはい、ここの、ここですね、サイドをくっつけて、これでいいのかな、はいはい。最後、これですね、フックですね。フックは、こういうとこにつけるのっていうことかな。あー、なるほどなるほど、ここに、はい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 、こんな感じですね。はい、完成しました。いやー、僕何かを組み立てるのがすごく苦手で、編集でカットなどをしていますけども、実際30分近くかかりましたね。ではスマホを置いていきましょう。はい、まあこれはちょっと iPad なんですけども、はい、スマホをまあここに、マイクスタンドと、ギターの前にここに置くって感じですね。はいはい、スマホかっこ iPad を置くとこんな感じです。タブレットでも置けますかね、これ。多分置け、僕もちょっと持ってないんでわからないのですけども、多分置けますね。はい、今使っているスマホスタンドがもう古いので、だいぶ使ってますね。で、まあ今後はこちらを使っていこうかなって思います。まあスタンドでなくても、まあ部屋に飾るっていうのもいいですね。それではまた。